ズバリ YouTube 引退時期、引き際というかそういうの考えてるのか知りたいです。ああ、引退時期は今のところ考えてないです。全くやれるだけやりたいですね。なんか楽しいんですよね。年取ってからも、多分俺の年取った時なんて全て手にした後でしょもうゴールドロジャーでしょ気持ちはゴールドロジャーになった時ってやることないじゃないですか。だったらもう多分 YouTube やるでしょ。まあ他になんか楽しいことがあればそれやりますけど、やっぱ50歳になったら50歳になったら YouTube やってたらそれはそれで面白い気もするんですよね、正直ね。逆に50歳からこそできるコンテンツがありそうなんで続けたいですけどね、個人的には。未来のことなんで分かんないですけど、今は何歳になっても続けていきたいなっていう、これをやめるっていうことが怖いですね。これを失うことが、 YouTube を更新しなかったたくさんの人から反応をもらうっていう人生をやめるっていうことが今の僕には考えられないかなっていう。まあこれは分かんないですよ、もし結婚して子供できてとか分かんないですけど、今の現状はそんな感じです。海外に行ってももし仮にねやりたいことやし、何やってもいいのが YouTube のいいとこなんで。今は29歳としての発信やけど、多分40歳で40歳になったで40歳にしかできない自分の配信とか発信ってあると思うんで、でしかもやっぱり僕って基本的に喋るのを動画の軸にしてるんで、トークってその衰えないでしょ。まあ確かに45時になったらなったで深みのあるトークしそうじゃないですか。なんかそれはそれでね、ある種需要があると思うんですよね。まあだからやめる予定とか今のところないですね。やっていきたいですね、楽しんで。